グリーバス、メイブグリーバス。アニャ、こんな難しい問題解いたのまるで初めてだ。もうダメかと思った。一つもわからないで終わると思った。赤点かと思った。メイブグリーバス。いや、アニャ方じゃよ。もうカンニングした時点で赤点超えて0点、お点とフュージョンしたお点くせ。何言っちゃってんの、ヒゲジマ先生。アニャちゃんはカンニングなんかしねえぜ。ぽい。これで怒られる理由と証拠がねえ。完璧じゃん。瞬時に三次の真似をしてテスト用紙を丸めて滑り上がる。そこに痺れる憧れる。そうなると俺はゼロのポジションや。もう急いで右足食ってくるわ。てか、アニャフォージャーや。もうテストの前にまずちゃんと制服を着てきなさい。教室でお前だけだよ、私服なの。ヒゲデム先生、アニャはリベルだから。一人だけユニの色が違くて今。野安さんか、お前は。ここで赤点取ったら東京合宿に行けねえ。野安さんか、お前は。だからもう一回カンニングさせてくれ、エーファー。野安さんか、お前は。今日のテストは割と簡単な方やんけ。少し勉強すればできる掛け算の問題をなんでわからない。ノーベンでございます。サザエでございますみたいに言うな。 4×5×6 しごろ2倍付け。掛け算を掛け算にすんな、ボケ。ガスデイモテイメイトセインゼ。あの若林、花火みたいな反対語使わんといて。この問題がわからねえ。じー、めんぼくねえます、めんぼくねえます。だから堂々とカンニングすんな。もてか、アニャホージャーは人の心が読めるんだから、そんな堂々とカンニングする必要ないだろ。どさーん、できません。アニャにはこの人の心を読むことはできません。だって人の心を読むということは、誰にも言えない秘密や闇が詰まったパンドラの箱を開けてしまうということ。例えばベッキーちゃんが今心の中でバーニラバーニラバーニラ歌ってる事実も。ノータイムでパンドラの箱開けちゃってるよ。ハットトリック宣言しといて、開始のホイッスルとともにオンゴール決めちゃったよ。とりあえずよ、ドンスワン、あわゆくばアーニャの赤点を見逃すわけにはいかねえだろうか。そのさっきから俺のことをドンクリークみたいに言うのやめてくれる。もう MH5 ぶっぱなし怒るで。むしろもっと怒ってほしいます。その人を知りたければ、その人が何に対して怒りを感じるかを知れ。ドンクリークの好きな言葉も。いや、それドンクリークちゃうわ、ゴンフリークスや、ボケ。それと心を読むのためらうなら、カンニングすることもためらうよ。カンニングってのはよ、何かを守るためにする。ま、その守るとは何か、アーニャのルールます。よろずやの方の銀さんになんな。目先で優秀なやつを探し気に入ったテスト用紙をカンニングする。アーニャはそういう生き物や。死神の方の銀になんな。ギンギラギン、さりげなくさりげなくカンニングする。最後怒涛の銀攻め、やめろ。こんな簡単な掛け算の問題もできなかったら、剣士の始末。44シーシー33かける3000、3000世界。やかましいわ。もう黙って計算してくんねえかな。もう映画館とテスト中は静かにしなさい。それにプリント1枚の小テストで、そんな長い鉛筆を3本もいらんやろ。問題解く前に問題児が過ぎるわ。何もわからなかった。いや、こんな簡単な問題解けなかったら、剣士の味とか言ってたくせに解けないんかい。大丈夫です、大丈夫です。だけど簡単な掛け算の問題、お題がこんなに遠いはずはねえ。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫、大丈夫。うるせえよ。お前、小島よしおかよ。本当に大丈夫なのは、オールマイト来た時ぐらい。44×3000、ベッキーちゃんならすぐ解いちゃうんだろうな。32000、平気で決戦で解けたわ。礼を言う。お前、今、心の声でカンニングしただろ。あ、次の問題は選択か。それなら面白い。じゃあこうしよう。アーニャの運とこいつの呪い、どっちが強いか試してみようか。ぽい。ぐさ。あで行くます。鉛筆が机まで貫通しとる。もう器物遊んで、お前失格。二度と投げねえから。すいません先生、トイレ行ってきていいですか。あ、どうぞ行ってきなさい。バイバイ、楽しかったよ。あなた若林、排水口に逃げる真人みたいに体ベトベトになっていくのやめてくれる。アーニャ、バロックワークスで働きたいます。ここで働かせてください。ここで働きたいんです。ここで働かせてください。自分の勢いで面接しに来るのやめてくれる。んで、バロックワークスの主な仕事は、諜報、暗殺、盗み、賞金稼ぎの秘密犯罪会社よ。ガキが働けるところじゃねえから帰る。いや、カラーズトラップ、カラーズトラップ行って追いかけしかせん。メスガキとか鼻くそ爆弾にするやつとか、あとつま先に白鳥つけて踊ってるやつとか。バロックワークスにろくなやつおらんや。アーニャの方がよっぽど会社に貢献できるまん。てか、ミスオールサンデーってなんやねん。毎日日曜日とか無職かよ。アーニャもミスオールサンデーにしてくれよさ。急に俺のことサー呼びやめて。サー呼びはミリオしか来ない。なんでバロックワークス秘密組織会社言ってるけど、何が秘密組織やねん。バレバレやんけ。芸能新一にバロックワークス言われとるわ。で、お前社員からフック船長とかバカにされとる。
で、その実用性ゴミの封筒外せよ。マジかよ、俺のことはミスターゼロと呼べと言ってるのに、そいつらちょっと教えて、ワニのイサインするわ。ちょ、まだ入社しないのになんでそんなことが分かった。アーニャは人の心が読めるから別に対話しなくてもその人の思考や意味を握れるま、例えばサーがオカマにワニを握られてたり、サーのフックに毒針が仕込まれてたり、サーが地面タイプのポケモンのように水タイプが弱点だったり、何でもお見通します。マジか、人の心読めんのかよ。もうポーネグリフわざわざ読まずとも心を読んでプルトンとか探せるやん。プルトンね、コブラの心読んだらあの感じアラバスタになさそう。おそらくあの国にあるっぽい。うん、お前採用だ。バロックワークスへようこそ。いやでもご両親の問題とか大丈夫？勝手に入社してまずくない？そこは大丈夫ます。フォージアーキーは父スパイで母殺し屋の変わったファミリーなんで、言うのは慣れてるます。吹奏楽部に入部してきたぐらいの乗ります。それフォージアーキー実質バロックワークスやん。家族で入社してくれてな感じでバロックワークスに入社しちゃいます。でもご両親の承諾がないとダメなのと、義務教育はちゃんと受けてきなさいって言われたから、義務教育を卒業した後にバロックワークスで働くことを許可してほしいます。ブラック企業かと思ってたらバロックワークスめちゃめちゃホワイトやん。社長クロコダイルじゃなくて白コダイルだろ。てかなんで平然とチャカ持ってるん？俺のバッグから盗んだ。入社するまでに腕を磨いておけとサーからいただいてます。そこはちゃんとブラックなんやな。もうバロックワークスはブラックとホワイトなんやな。さあさあお立ち合いお立ち合い、種も仕掛けもない普通のリンゴをエスパッと切る恐ろしい切れ味の包丁、その包丁をちょいと触れればさすが切れ味は本物。ほらスーッと切れた。だがお立ち合いお立ち合い、ここに取り出したるガマの油、この傷口にちょいと塗ればこの通り血もピタリ。イスブル名物ガマの油だ。さあ買った買った買った。暴いてやる。そのガマの油の正体を暴いてやるぜ。こんなちっぽけなクソガキにこのウソップマジックは暴けないだろうな。この包丁実は先っぽは鋭利で根元は生クラ、つまりリンゴを切るときは先っぽにし、腕を切るときは根元にする。そうすればリンゴは切れ腕は切れない。そして触れた瞬間に血のりをバレないようにつけ、ガマの油を使った瞬間にこすれば傷が治ったように見える。このウソップマジックでボロ儲けだぜ。このペテジメ、心が読めるアーニョン舐めるなよ。その嘘を暴いてピノキオみたいな鼻をへし折ってやる。さあ嘘をついているな。その包丁の先っぽで腕を切ってみろ。先っぽで切ってみろ。いやちょっとそれは、まさかこのガキウソップマジックのカラクリに気づいたのか。俺だから感のいいガキは嫌いだよ。その包丁、先っぽは鋭利で根元は生クラ、バレてしまったんだぜ。こんなちっぽけなクソガキにバレたんだ。もう一回言うぞ、バレたんだ。お前はバカ丸出しだ。実際でお前を豚箱にぶち込んでやるからな。ごめん、嘘ついてごめん。素直に謝った。こいつ実はいいやつか。ケボリボッシュ、ちょうど夕日を忘れるな。到来損ねちまったな、キャプテンソップを。やっぱちゃんとクズだったます。警察船が来るとかありますか？ありますか？トミガビューあります。シナズガサミありますの弟のゲーズ説であります。続いてねあれにあります。カマドダンジルありますの。カマドダンジルの少し暴露されたのおでこのあざの油性ペンで書いてます。他にもまだあるんで、まあ、時が来たらまとめて晒します。スジョージダブーあります。ナイス超飛んでますけど、超飛んでもねえですからね。ルーシバシルのくせに自宅でプルーさん炊いてますからね。それでは最後長なんて呼ばれてますよ。屋敷かがやあります。回りすぎて晒しきれないんで、すいません、映画館の中なんで静かにしてもらっていいですか？いや、僕は盗撮しながらの配信してるだけなんで気にしないでください。ちょーるる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 るしながら生配信をして叫び散らかす。ノーモア映画泥棒のラスボスみたいなやつに言われたくないよ。バカボスポチャセンキュー、カスポセンキュー。いや、その配信見てるバカお前かい。気は確かか。アーニャの咀嚼音がうるさい。何言ってんだ時と無一郎。アーニャピーナッツ食べてもサイレントパクパクで音が出ないます。癖になってんだ、音を消して食べるの。今それげなく僕の名前を言ったね。なんでおめえが僕の名前してるんだっすら。いや、さっき自分で名乗ってただろ。アーニャ心が読めるから名前ぐらい簡単にわかります。キサキテッテより混ぜるな、危険。背脂まみれのラーメンだけど、ここにマヨかけてバター